今日お疲れ様でした。どうでした今日のオペレード、初オペレード。緊張しましたね。緊張しましたけど、まあ、長かったのでコンパクトにする必要がないっていうのがありがたい。言いたいことは話せましたか。はい、十分。何聞いてもらってバンバン解釈して安心して台本にないことも結構聞いたじゃないですか。喋りすぎた気がします。いや、完璧でした。お疲れ様でーす。ダブル小林さん、お疲れ様です。今日お疲れ様でーす。ありがとうございました。座らせていただきます。さあ、今日どうでした。今日私ですか。本番中に学ぶという、まあ、いつもの形式だったんですけど、おお、分かったっていうふうに。分かった気しましたよね。分かった気しましたね。今日下かぶりできますね。はい、もう今日からもうすぐお話しすることができるなっていうふうに思いましたね。あんだけ2つの勢力があってとかね。はい、じゃあ2つの勢力今言えます。LNA と暫定政権、はい、素晴らしいです。おお、素晴らしい。まだ終わって20分以内なんで分かります、これは。よかったですね。さあ、そういうわけで、はい、小林さん、なんかお手元に何かございますが、はい、こちらは一体はい、実はこの本つい最近出たんですが、外交政策センターという研究所が、最近出した2020年生き残りの戦略と世界はこう動くという本がですね、たまたまなぜかここにありまして、たまたまありますよね。はい、で、実はこの中の「北アフリカ」という章を私が書かせていただいて、かなりコンパクトにいろいろまとまった本ですので、うん、まあ、もしよろしければお手元に、書店に行く方ぜひ皆さん手に取っていただいて、はい、大きい書店とかに行けばありますかね。あると思いますね。はい、まあ、アマゾンには確実に。おお、じゃあちょっと今すぐポチッと持ってきますね。さあ、本といえば、なんとでね、確か、なんだっけ、はい、平田いつ子さんが、石坂なんですね、はい、先月いらっしゃった時、にいきさんも、はい、アンカーだったんですよね。あの方とお会いして、あ、そういえば中東詳しい人がいたっつって思い出して、なるほど、今回の、はい、出演につながったんですね。です、北アフリカのこと、あと石坂ですね、ですね、はい、について、北アフリカ関連で、関連で、はい、なんかこれもね、面白そうですよね、はい、はい、これもぜひね、Amazon でポチッと、はい、Amazon でポチッとしてみてください。というわけで、お、5本の紹介は終わりました。ここからも台本がないからね。あれ、何でしたっけ。何でしたっけ。それで、もうこれからね、そう、これからね、もう多分きっとテレビ、いろんな番組で小林天音さんを見る機会がたくさん多分来ると思います。なので今のうちにね、またすぐ出てきてほしいですね。ね、また出てきてもらいましょう。ペイドにもね。大丈夫ですか。はい、はい、5年後ぐらいです。5年後。それまでペイドはもう、その頃にペイドもね、きっとすごいビッグチャンネルになって。そうですね。はい。ね、お待ちしてますので。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、今日は今日は以上です。以上です。また明日。